初めて Facebook でライブ配信をしようと思いました。これはちゃんと配信をされているのでしょうか。まあされていなかったとしても今日は練習だと思って、一生懸命、45分ぐらい歌いたいなと思っております。弾き語りをしているものとしては、とても言いづらいことなんですが、ここ最近ずっと、ピアノに触れておりませんでした。というか弾く気持ちになりませんでしたが、今日は月曜日で、普通だったらストリートライブをする日なので、なんかストリートとか家での配信とかじゃなくて、ちゃんとライブを久しぶりに皆さんに聞いてもらいたいなと思って、今日は1時間前からスタジオに入って、7時を目指して、練習しておりました。また一から頑張る気持ちで今日は歌いたいと思います。聴いてください。1曲目はもちろん初めて作ったオリジナルの優しい空を歌いたいと思います。聴いてください。
しめて今の自分を明日の空へそっと背中を押すよ明日も久しぶりに今日朝のピアノをね開いたんですね。で歌ってたらちょっとどんどん元気になってですね、Facebook に、今日7時から歌えますっていうのをねしつこく上げさせていただいたんですけど、今日初めて配信ということでね、1時間前にここに入って、どのアングルから撮るべきなんだろうみたいなのをずっとやっていて、まず正面からとかでこっちから撮って、今こっちから撮って、で今のこのこっち写りの方がいいかなという結論に達したので、このカメラ位置でね撮ってますけど、ちょっと全然画面が見えないので、でもなんかちゃんと見ていただいてるっていうのは伝わりました。ありがとうございます。見ていただいて、3月はね全然1個もライブの予定がなかったのもあって、ものすごいなんかこう自分の中でストレスが多分溜まっていたらしく、結構落ち込み気味の投稿を上げてるんですけど、そんな落ち込み気味の好きなことを今あまりできてない私に、そして、好きなことができないけどお仕事を頑張ってる皆様に、この曲を歌いたいと思います。聴いてください。エール。やりたいことをやって生きる。簡単そうで簡単じゃない。囚われるものがたくさんあって、ストレス抱えた日々。妬んだり羨んだり、本当に本当にそれでいいの？あなたの人生だから、あなたの時間だから、私は何も言えないけれど、その
1年半ぐらいね、本当にやりたいことだけをやってきて、で今それがねストップしてしまった途端にこんな感じですから、とてもダメですね。こんな歌を歌う資格はないかもしれませんが、こんな時だからこそ、なんかこの歌を私作っててよかったなと思って、最近は本当に自分のために歌わせていただいておりますが、皆様のお背中もこの曲で、押すことができたらいいなと思っております。でね、最近ご存知の通りですね、ちょっと病んでるんです。ほんまに、まあ原因はね分かってるんです。ただ一つ分かってるんですよ。でそれをね、まあちょっと近いうちにね、もしかしたら解消できるように頑張るかもしれないということでね、考えて動くかもしれないということでね、そんな考えて動ける歌を歌いたいと思います。今日は久しぶりにねこうやってしっかり歌わせていただくので、ほぼオリジナル曲を歌わせていただく形にしますが、まあ、1曲だけねカバー曲間に挟んでおりますので、何を歌うか楽しみにしていてください。多分初めて聞く人の方が多いのではないかと思います。では、悩んで頑張らなくちゃなっていう、よしやるぞっていう、歩いていこうっていうオリジナル曲を歌いたいと思います。聴いてください。Thank you.
てないよ。そう伝えたかったから、自分がどんな風に思われているのか気になんてしなくていい。必死で生きてきたんだから、人はみんな優しいよ。信じてみよう。頑張っても頑張っても報われずに来たけれど、誰かがきっと見てるよ。認められない結果でも絶対に意味はあるから、一つ二つ三つ数えて前を向こう。泣きたかったら泣けばいい。大声で思い切り、そして笑おう、歌を歌おう。それが私の幸せだから。何時間も何時間も同じ場所に佇んで思いを巡らすけれど、答えなんか絶対に見つからない。一つ二つ三つ数えて立ち上がろう。さあ大きく、さあ大きく手を振って歩いて行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。泣きたかったら泣けばいいっていうね、歌詞があるんですけど、私ほんまね、最近よう泣くんですよ。でこの前もね、久しぶりに小学生みたいな泣き方、もうひくひくなるやつ、息ができなくなるの、吸ってばっかりみたいな感じで泣きましてね。確かにすっきりはしますが、私はいくつになってこんな泣き方してんねやと思ってね、ちょっとびっくりしましたけどね。でもやっぱり泣くのはね、みんなデトックスになりますって言ってコメントくれていたけど、本当になんか多少全部はすっきりしないけど、やっぱり泣くっていうのはね、いい涙も悪い涙もいいと思うんで、これからもみんな遠慮なく年をとっても泣きましょうと私は思います。はい、意外と時間ってあるな。じゃあ、ここで何歌おう、2曲ほど恋の歌を歌おうと思うんですけど、1曲はオリジナル曲を歌います。でもう1曲はカバー曲の歌を歌います。はい、オリジナル曲の方は新潟県の朝、新潟県に遠征に行った朝作った歌です。私はね、っていうかみんなね、寂しがり屋さんやからね、会いたい人にはね、いくらコンタクトが取れる時代とはいえ会
会いたいでしょ。なのでそんな歌を歌います。聴いてください。モーメント一瞬にしてね、できた曲なので、もうその瞬間の気持ちを込めましたっていう意味でね、モーメントっていう曲のタイトルにさせていただきました。はい、では次ですね、カバー曲歌います。ご存知の方はご存知だと思いますが、トムキャットというバンドのラブソングという歌を歌いたいと思いますが、ちゃんとね調べてくりゃいいのに、ちょっと多分でものを言うんですけど、確か北斗の拳の、エンディングかなんかだったのではないかと思われます。すごくストレートな、これも気持ちを表した、ちょっと古い感じのラブソングだなっていう感じはしますけども、とてもいい歌詞なので、これを今日は自分のお気に入りとして歌わせていただこうと思います。大して難しいことはできませんが、先日ね、よく行く立ち飲み屋さんでね、カバー曲メインのライブをさせていただいたんですけど、皆さんはね楽しんでいただけてたようには見えましたが、私はもうすごく楽しかったんですね。なのでこんな曲歌ってほしいとかっていうのがあったら、リクエストとかをいただけると、こうよし、それ頑張ろうってこう思う、生きていく糧になると思うので、またメッセージとかコメントで、こんなんがいいなっていうのは突然でいいので、またコメントで入れといていただけると嬉しいです。立
今日歌わせて、あ、でも時間だいぶあるな。今日歌わせていただく、唯一のね、カバー曲を歌いたいと思います。トムキャットのラブソング。ありがとうございます。トムキャットのラブソングという歌でした。カバー曲は基本私は歌詞も譜面も見ないで歌いたいなと思って記憶力もあんまり
ないのに頑固に頑張ってたんですけれども、やっぱりこうね、皆さんと一緒に楽しむためにはたくさんいろんなカバー曲を歌いたいなと思い、歌詞は見て歌っております。まだね、そのうち覚えられるとは思いますが、よいしょ、このね、ノートに歌いたい曲、リクエストもらった曲とかのね、歌詞を手書きで書いて持ち歩くようにしています。なのでこの中の曲は常に歌えるように日々練習しないといけないと思っています。頑張ります。あ、でもこうやってちゃんと歌えるとすごく嬉しいです。なんかね、コロナの影響もあるし、まあ、私の個人的な事情もあるので、本当に歌う回数がもう本当に何ぼやろ、もう100から30、20ぐらいに減ってしまったので、まあそれはそれでいいかなんて思っていたんですが、やっぱりこうして歌うと元気になれるので、やっぱり機会を見て歌いたいなとも思っているし、ほんのわずかでも歌を聴きたいと言ってくれる人が、ぼちぼちと周りにいてくださるので、その人たちに向けても、もっと自分をこうアピールして聴いてもらってっていうことを続けていくことが大事なんだなとここ最近思っています。はい、ってことでですね、本当に私のフェイスブックを見ていただいたら感じると思いますが、本当にすぐに落ち込みます。本当にすぐに落ち込むんですよ。だからもうね、もうそういう投稿も飽き飽きされてると思いますが、それでもこう続けてはいきたいと思っているし、パリにも行きたいと思っているし、まだ日本全国も、今の状況が落ち着いたら回りたいなとも思っているし、こんな私ですができることはきっとあると思うので、これからも頑張りたいなと思っている、そんな私の歌をここで歌いたいと思います。いろんなことがあるけど、それでも私は歌いたいです。これからもよろしくお願いします。聞いてください、それでも。
ガツガツいけない、綺麗事人間、甘えてばかり弱い私。自己満足と言われても、ふざけてるねって言われても、それでも私は歌う、私は歌う、残り少ない人生だから、私は歌う、私は歌う、一度きりの人生だから。夢はパリで歌いながら暮らすことです、きっときっと叶えます。私はやる、私はやる、残り少ない人生だから、私は歌う、私は歌う、一度きりの人生だから。夢叶えよう、ありがとうございます。なんかね、パリの街もエッフェル塔とかルーブル美術館がね閉まってしまったり、カフェとかね休業をしなきゃいけなくなったりして、イタリアもねスペインも日本もどこも大変ですけども、早く落ち着いてまたパリのお友達に会いに行きたいなと思ってます。フランス語もただいま正直滞っておりますが、頑張ってやろうと思って机の上にはテキストを出してます。ありがとうございます。あー楽しかった。本当に今日はたくさん覗きに来てくれてるっぽく見える、私にとってはこれがたくさんよ。ありがとうございます。で、今日のねこのライブに向けて朝からね家でも歌を歌ってたんですけど、最後に歌うこの曲は本当に思い入れがある歌で、ほら私は泣き虫なんでね、家で歌いながら泣くっていうね、なんかまた面白い感じに今日なって練習してたんですけど、大好きなね、さっきも言いました、いつもお世話になってる立ち飲み屋さんも全国回って行かせていただいたみんな、お店の皆さんも、そんな皆さんのお顔がこうね浮かんできて、思わずこう涙をしてしまうような、もうそんな歌です。もう今こんな時期だからこそ、私はもうこの曲を本当に心を込めて、私のことをずっと見守ってくださったり受け入れてくださったりしている皆様に、今日は最後にこの歌を心を込めて歌いたいと思います。またこんなね、ゆるい曲ばっかりなんで退屈やとは思いますが、しんどい時とか、なんて言うんだろう、まあね、ちょっとこう弱っている時は、ぜひ一緒に聴いたり歌ったりして、元気になってもらえたらなと、ありきたりですけども、思います。また機会を見て、ライブの配信も、ストリートも、ライブもやっていきたいと思いますので、今後とも応援をよろしくお願いします。では最後に聞いてください。ルーキー。
嫌いな自分を好きになれる魔法の時間がここにある。歌声と楽しい笑い声、溢れてる笑顔が絶えない時間がある。あなたの応援が今は力になる。みんなみんな大好きだよ。これからもそばにいてね。新しく飛び込んだ世界はとても不安で心細くて震えていたけど、君には伝わって手を握ってくれる。温かいあなたのハグが力強く私の心を勇気づけ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。